沖縄糸満高校でチームのエースで4番打者甲子園目指してた。だけど決勝戦で甲南に負けた。ドラフト会議でジャイアンツに指名をされて2年目で初登板初勝利なし遂げた。広島と豊カップ戦桑田以来の高卒2年目角完封勝利CS や日本シリーズでも投げてプロ入り3年目には20歳で巨人の開幕投手将来の巨人のエースその重圧と戦いながら投げ抜いた9年間それでも届かなかったエースの背中そして来シーズン戦力外と通告されたそれでも夢を諦められないトライアウト全ての力出し切った毎日単独キャンプそして勝ち取った育成契約